運動公衆広域市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。人科大学在学中の1998年1月6日にニューヨークメッツにスカウトされ入団。本来速球派ピッチャーとして期待を集めたが、マイナー在籍中に肘を故障。トミー・ジョン手術を受けるなど苦労が続いた。術後は休息が回復できず、技巧派への転身を余儀なくされる。 以後、請求に磨きをかけて、2002年にメジャーデビューを果たす。2003年、メッツ先発陣の崩壊で、先発5番手として、ローテーションに定着。急勝止まりだったが、防御率は3点台と悪くなく、当時のメッツのチーム事情から見ると検討したと言える、成績だった。2006年1月4日に、デュアネル、サンチェス、スティーブ・シモルとのトレードで、 ティム・ハムラックと共にロサンゼルス・ドジャースへ移籍。また、第一回韓国代表に選出された。二次リーグの日本戦の試合終了後、エンゼル・スタジアムのマウンドに対局機を立てた選手である。この行為に日本が気分を害していると伝えられると、日本の選手のことまで考えられない。あれは勝利のお祝いであり、自然な行為だった。と反論した。 レギュラーシーズンでは6月まで2勝止まりで不安定なピッチングが続き、ブルペンに回された末、同年6月26日にトレードでタンパベイデビルレイズへ移籍した。2007年6月に成績不振から DF となり、ウェーバーにかけられたが、獲得球団は現れずデビルレイズ参加の AAA 級ダーラムブルズでプレー。10月3日に FA となった。 2007年12月にキアタイガースと契約し、2008年からは韓国プロ野球でプレーすることになった。韓国プロ野球での1年目は故障に悩まされ、戦線を離脱した時期が長く、故障止まりだった。2009年こそ本領発揮が期待されたが、調子が上がらず、シーズン後半は中継ぎで起用されることも多く、 チームは12年ぶりの韓国シリーズ優勝を飾ったが、あまり貢献できなかった。2010年は先発ローテーションを守って安定した投球を続け、韓国3年目にして初めて規定投球回数に達したが、チームは前年の優勝から5位に転落してしまった。2011年は、チーム事情で4月はリリーフに回り、韓国初セーブを記録したものの、5月以降は、 先発に復帰した。2012年は9月から10月にかけ、先発として44イニング連続無失点の韓国プロ野球新記録を受立するなど活躍した。2013年よりプロ野球選手会会長に就任。第3回 WBC 韓国代表にも選ばれ、1次ラウンドのオランダ戦で1試合リリーフ登板したが、チームは同ラウンドで敗退となった。 2014年は韓国で初めて未勝利に終わり、2015年も一勝だけだった。2016年1月28日、現役引退を表明した。2016年より野球解説者として活動を始めた。2018年よりケアの投資コーチに就任。高い請求力と落差の大きいチェンジアップをはじめとした多彩な変化球が持ち味だった。 ありがとうございます。